はいえ、それでは、えー、事後の調査。何やったかな。あ、エルムステークスとレパーステークスですね。よろしくお願いします。はい。ああ。ああ。アーテル・アストレア。回避。いや、回避じゃなん。ごめんなさい。除外。抽選漏れらしいな、これ。ああ。 はは <laughs> 二章場の、んーいけないところですね。余裕も足して、んての分かったんですやっぱりですね。二勝クラスか、まあ、またはオープンリステッドカットかなあかんねんなっていうのがちょっとやっぱこのレパートステークス。やっぱそのダート戦ね、やっぱ3歳場の、このもう8月はやっぱ、 いいし二勝場じゃ足らんのよね。ですね。はい、えー、抽選、えー、二勝場たち、え、二勝クラスかごめんなさい、二勝場、二勝クラス。あ、何個やったかな三分の二ぐらいは突破できるぐらいの確率だった気するんやけど、ダメでしたわ。痛いなぁ。痛いなぁ。来たら、がっつりそいつ行ったら思ってんけど、い、これは痛いなぁ。 いやー、会いたいな、会いたいな。何回も言こ行っい。たよ、これ。えー、っと、だから生き残ったのが2勝クラスと、まあ3勝馬、多いけど、まあ3勝馬言うてもねー。はーい。これはちょっとショッキング、ショッキングですね。はい、まあ。気を取り直せるかな。どうしよう。どうやって。レパーードから行こうね、これ、常に。<laughs> 順番前後しますけど、レパードからいきますパパード、まあ、とりあえず、だから、それに近いのが対戦ドレフォンですよね。だからね。左回りで圧勝したって言ったら、まあ、このま,まなんですよね。はい。前走も36秒8っていう上がりで、8馬身かな。はい。ただ、まあ、人気出ちゃうんで、個人的に、えー、な、ね、あー、なんとか、あ、あ,あー、ストレアみたいなやつが良かったんですよ。ごめんなさい。名前が持ってきてすぎました。いやー。で、 ハッピーは、えっ、ー、と、前走 JC 負けたけ、JC って言ったからね、ジャパンカップ負けたんやけど、あ、ごめんなさい、ジャパンダー,ービーごめんなさい、JDD ごめんなさい、JC じゃ <laughs> 負けたんやけど、まあ、巻き返し組みっちゅうかちょっと難しいよね。確かに中京で2回、えー、圧勝してて、まあ、まあ、圧勝ってかもうそろそろ3連勝なんですけど、うーん、まあ、正直ここ、あのー、もう1回、あのー、人気出るんで負けてほしいなっていうところなんですけどね。 どうでしょうねまあでもタイドラゴンに中業で圧勝してるんでまあ強そうですけどねうんただでもやっぱ腐ってもう前層を命じ上げと考えるとここ中2,3周で不完全にしちゃったから自己ベストで文句なしの評価やってあ無理やなこれこれ無理あこれはちょっと無理かどうやもう来るやっぱりでも暑さあるで暑いで中2周 JDD 以来で来る中2周でちょっとしんどいそういった意味でホールルールでも多分しんどいと思う そういった意味でやっぱりね、大聖ドレフォンだな。まあ、このまま賢かったよ。6月に一生クラス買ってるんで、これは多分賢かったと思う。うん、あと、だからそれ以降で言うともうわからんね。カウジオクタゴンとかインディコブ,ブラックとかやろもうわからん。こうなったら分からん。こうなったらもうわからん、この人は。うーん、難しいね。まあ、無難に普通にね、やったら大正ドレフォンだけで、まあでも短純にでも安いもんな。 あと、だから、中京で圧勝してチャンスかなって思ってるんが、<ー>まあ、あの、こな前ですね、ヘラルド・バローズね、そうなってきたら。もうそうなってきたらこういうことよ。もう簡単や、これ。だから、中京で圧勝したもん。で、あとはね、えっとね、この統節。あの、これも怖いです。はい。あ、ごめんなさい。ちょっと待って。統節の前にこっちから紹介しときます。ヘラルド・バローズ。えーっと、はい。えー、前奏。えー、草ん葉審査かな圧勝。 ですんで、で、まあ、中京そんなに悪くない成績なんですよ。なんせ新橋シみ所よりも走ってるんで。た中京が全てないんですけど、まあ、新潟の、えっと、ダートで多分3歳戦って言うと、多分ほんま中京しかない。ほぼ、新潟を多分経験することないと思うんですよね。ダート18を確かないはずや、ね、ほぼ。ないな。あ、ほぼないわ。新潟の方で5月ぐらいの開催、確か。ダートで18を走ってるのは、まあ、おらんわ。大体中京やね、時期的に、ね。はい。っていうところで、 このまか、えー、さっき言って何やったっけ透説これがだからあれなんですね。あのー、チャンスです。えー、2走前中距圧勝してて、 えー、ミシオリ戦も中京で一応圧勝してるんで。まあ、どっちかというとね、この当節とも様多まあ、多分でも人気出るんで。まあ、間違いない。だって3勝、2勝クラスはすでにもう2着、2着になってるんで。まあ、人気出るんですよね。まあ、だからそのまみのはそんなないなと思ってるんですけど。でも全然負けて強しっていうのが大きいんで。全然ありかなと思ってます。このインディアトロフィーを2着で、えー、その前に中京で頑張ってた馬が去年で言う私がホームに打ちました。レプンカムイナですね、これね。 えレプンカムやったっけですね。レプンカムイが私がね、本命やったやこれなんでか、なんでか、なんでかも理由ないんですけど、はい。これが前走インディアストロフィーで2着やって、あ、負けてって調子ですね。ってなって、その前中継で圧勝してっなっちゃうけど、まあちょっとこのも,もっと圧勝、もっとこのもしてないんけどな。そうそうそう。これぐらい圧勝やったこれぐらいだ文句ないわ、レプンカムイや。と思って、ちゃんと逃げて3着やったんで。はい。ま、ただちょっと今回、その前、やっぱ、ん腐っても3歳戦の、 ねえ、新潟の、ダートなんか前かなかったので、当節とヘラルドバローズが前行けるんかっていうと、まあ行けそうやね。まあ、あとは枠順とかぐらいですかね。逃げた経験も、えー、ヘラルドバローズあるし面白いと思ってます。ヘラルドバローズってなんかこれどっかで、どっかで俺、ありがとうございます。一人一人、あれヘラルドバローズあ、ここやヒアシンスで俺バケン取ったんじゃん。ちゃう見たのこれ。ライブ中に。ちゃうあ、せ、あ、せ、せ、<laughs> シニスターミニスター、 いや死に耳もなったから走るわって言って、ヘラルドバローって、あ、思い出した。<laughs> なんか撮ったわ <laughs>。ありがとうございます。その説はどうも。はい。で、もう一個が、えっと、エルムステークスですね。えっと、エルムステークスは、えっと、今、上位5等かながおって、えー、っとね、これはね、難しいね。オメガレインボー巻き返しなのか、スワーワールミス連覇なの かブラッディ・キッドの、えー、札幌校舎下国城なのか、レベルドンの自力なのか、アイオライトの連勝なのか。まあ、あれかな、でもスワワラミスの連覇が一番あれかな、適切なのかな、これうん。俺的にこれが適切やと信じてるんやけど。そうやね。でもただ去年は函館でしょって。 っていうのが皆さんの意見。ただ、オノマステークス2着でしょっていうのも意見。うん、やっぱ去年見てね、この59キロを、まあ、そもそも59キロ2着っていう意味わからんことしてるんで、札幌で。まあ、ここなんでいいと思いますよ。だって最近 G1 走ったりとか、言うて、ね、ヘアステークスも5着ですからね。うん、まあ、58キロでしかも全走 G1、 からの主観全燃焼って考えたら、そう、わばらみそのね。やっぱ考えときましょうか。5 8キロでも問題ないことは、えー、もう、馬体重証明、馬体重、<laughs> 実績証明済みなんで、おもろいと思ってますね。なんか書いてます評価。どうでしたかごめんなさい。仕上がり悪かったらごめんなさい。去年、例年に比べて落ち着きがある。うーん。うーん。そうなん <laughs> そうなんわかりました。了解です。あ、ほんますか。ほんますか。去年5枚と最大効果が去年、 大きく、あ、滞在競馬してるんですね。了解です。ありがとうございました。あれ全奏何走っあ、そうか。G1 からここに滞在して、あ、ほんじゃ、じゃ、かつけあるの ?OK。で、あとは、えっと、ごめんなさい。ノンジュショレースもあるんで、新潟日報賞で言うと、まあ、スピード決着になったら、えっ、ー、と、BI ですか。はい。えー、河瀬さん人気なくなると思うんで、まあ、10番人気くらいだったら逃げたらおもろいかな。前走もね、人気なくて頑張ったんですけど、 東川ラージュ逃げてイペースやったんですけどね、負けてもうたんです2,4、ね、着まで。うーん、ちょっとあれかなあのー、持続っていうか最後の、ま、決めてじゃないですけど、うんそうやね。バッテてる、バッテてる、まあ、って言ったらバッテでも35秒3なんでね。 やっぱあれかな最後持っとあれが違うかったかなっていうとこなんで、まあ、かといって飛ばしすぎたらね、また後々響くと思うね、どうなんかなっていうとこなんですけど、まあまあ、あの、 悪くないと思いますよ。えー、新潟は戦直経験してるんですよね。だから、1000、え、400やって今回。うんまあ、別に前走見てる限り1004でもまあ悪くないんちゃうと思って、2kg 減で、えー、開幕2周目のあの高速ボーバーですね、今ね。はい。まあまあ粘れたらいいんじゃねと思ってるんで、期待しておきます。まあ、ちょっとさら、動型が名称花盛えー、微妙やな。これは逃げへんか。何やったっけもう一度逃げるぞっ,って言うな。あ、そうや、これや。え、ちゃう。あれ グリンデルバルドじゃなくて、あれ誰かおったぞ。あれこれ逃げるやんと思ったぞ。あれあれ誰かおったやろ。これ逃げるわ、って言ってたやつ。あれえええ <laughs> グリンデルバルドじゃなくて、あれ誰かおったねあれこれ逃げるやんと思った。あれえおった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 。俺見たもん俺。あーこいつ2回ぐらい逃げてるやん。あれおれへん。消えた。えビアイあれえあ 間違えてるごめんなさい。ここはビアだけど、ごめんなさい。間違えた、間違えた。ちょっとちょ,っとちょっとごめんなさい。で、エル戻って。エルム戻って、サウラミスじゃん。あ、先生、ごめんなさい。ここや。ちょっと逃げるの、こっちやば。ちょ逃げるわ、言うてて。あれや、アメリカンシールがちょっと面白いかなと思って <laughs> <laughs> 全然話戻った、これ。いや、アメリカンシードが、柴山さんで8ヶ月だけで、ちょっと鼻出血とかもいろいろあって、巻き難しい馬なんですけど、も今回はね、まあ、あのー、56キロで走れるし、自分のペースやったらいけるんかなと思って見てたら、確かに逃げ戻ってんの、ここに。あ、これこれ。こう、そう。ロードへくれるね。まあ、この馬さえ抑えて逃げれたら、まあ、この馬そんなにハイペースで逃げる馬じゃないと思うんで、この馬さえ振り切れたら、 ちょっと煽られるかな煽られたら負けなんで。煽られんかったら勝ちなんで、これ。アメリカンシード10万人気で煽ってくる思わないのじゃあいけるんちゃうかなうん。テンソンもしかもやっぱ、自己条件来たやっぱ2万人気になっちゃうんだよな。びっくりするでな、これ。すごいでな、この馬。この,この馬の投票すごないちょっだってこんだけさ、来るかんか分からんリズム崩れたうっていうのがさ、ずっと1、2万人気そうって言ってたもんな、ね、これ。これ奇跡やるな。まあ、ルメイの音だとマんで来るな。うーん。 あでもね、見限るの早いと思う。まあ、ちょっと、ちょっと、あの、その話出血がいろいろあるんですけど、だってあの3連勝した後ってさ、あれやん。だって結局、えちょっと、話戻った。結構戻った。だって結局あるやん。え、なだっ,っけマジステークスでその1回破れて、ヘアステークスリベンジしたのに、あとレームとシワスしか走ってないやんか。うん。で、まあ、去年と一緒にエルムやってるところやねんけどでもこれだけで、これだけでやで。人気10番人気なんでね、急に芝山に変わっただけで。芝山さん。まあ舐められてるよな、絶対。 まえっと、これはね、天下春、うーん、40章どっちしようかなと思ってて、うん、新潟日報の BI 粘れ言うか、天下春で言って。これ多分人気ないね、多分これ4番人気、5番人気くらいじゃん。だって、1番人気多分あれだボスジラか、ディバインフォース、ハーツヒストワルぐらいは絶対人気ねえの。絶対ここやろ。もう大体見,も見たほうが、ディバインフォース、ハーツヒストワル、ボスジラは絶対これ。そうやろな。うん いや、でもおもろいと思うんこれ。ボスジラなんかずっと一番人気とか背負っても負けるから。ごめんなさい、言い方悪いな。うん。ハーツイスト R は、送信ステークとお世話にったけど、やっぱあれかな。小回りじゃなくて、やっぱ長い直線でシュッっていけるもんね。二、はい、番インフォー放送後方からシャッっていくまですんで、まあ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 。まあ、それ考えたらあれかな。やっぱ今の札幌、あの、機動力まくっていく競馬がい,いあとは内枠かな。うち、ん、で、 え、ロスなくためて、あと4コーナーでまくっていくまって言ったらやっぱ天下入るかな、これ。うん、スタミナは知らん。スタミナは知らんで。スタミナ持つか知らん。知らんけど、やっぱノーハンブルクもそうやけど、やっぱあれかな。ここら辺のやっぱあの、ここら26の主で36秒なら、皆さんな37秒かかるっていうのは、やっぱりちょっと用芝居に近い状態なところ。ここはあの、しっかりあの4コーナーでまくって、小回りのこくらですか ?3 番ですね。はい、まくっていただいて、 でえー、しかも、大外分回してるかなと思ったけど、意外とバグンちょっと中身入れて、まあ、この時ババ悪かったんで、外持ってって、はい。まあ、そうですね。最後はまくっていく系はですね。まあ、これができたら強いっすよね。うん。まあ、この時ちょっと特殊すぎて、内側悪すぎてっていうのもあって、だいぶ外、ババいっぱいのとこ走ったんですけど。ま、あやっぱり、あの、こう、吉シとか今向きそうですもんね。多分、こういうまね。しっかりと足が中が伸び方したんで、うん、うん、うん。 いいんじゃないかなと思ってます。えー、王ンそして、あ、これね。はい、まあ、ちょっとこっからは相性いいんかなっていうところあるんですけど。はい、えっ、ー、と、1枚やったっけはい、えー、後方におったんですけどね。えー、やっぱこうって競馬ですよね。9番手ぐらい後方追走してって、今後方2番手です、多分ね。 はい。こう二万手から向こう上面からもう行きますよー、言うて、まあ。え、あ、もう行くんですかー、言うて。まだ千メートルありますけど、行き、こうね、行きますよー、言うて。二万手まで上がっていったんですよ。確かね、四コーナー、三コーナーかな。はい。もうこういうも,んもん、まあの、持続できる、バテバテ比べ勝負がいいんで、動いていく方ね。うん。やっぱ札幌もこういうの粘ってるんで、ちょっとまあ、距離が持つか。距離っていうか、スタミナと距離ですよね。タフなんかどうか分からないのに。 はい。しっかり最後、これでも追い比べ勝ったんでね。結構ね、意外と渋といっすよね、これね。はい。あのー、渋いっすね。これほんまにうちで結構粘ってたんですよね。ウィンバン、バン、バカンスかなんか。いや、これはなかなか、あの、しっかり見応えあったと思いますよ、この死ぬ言い方は。はい。まあ、最近ちょっとね、舞台がちゃうんですよ。まず東京ワンターンの18意味わからんし、東京2も意味わからんね、これ。うん。レーンさん読んできてんけどな。うん。だから東京24とか、だからそういうとこ無理やねんって。そういうとこ <laughs> とりあえず五稜郭、距離短いしいいと思って。ただ、上がりは使えてたんで、まあ、やっぱ距離伸びたらいいかなと思って、よろしくお願いします。はい、ということはこんなもんにしておきましょう。明日ライブじゃない、ごめんなさい。えー、え、明日の10勝ぐですかね。予想でお会いしましょう。ちなみに、月曜日多分ね、もしかしたらライブ多分ほぼできひんと思ってるんで、よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。